皆さんこんにちは、ハヤトです。今回はメガロポリス解説第2回になります。今回はさらに村を拡張し人口3000人を目指していきます。はい、第2住宅エリアの拡張が完了しました。ものすごい量ですね。はい、新たな住宅エリアがどんどん広がっています。この調子で、街が発展していけば、そう遠くない未来、この街は8万人超えのメガロポリスになることでしょう。なんて簡単な風にはいかないよね、当たり前だけど。はい、ここで来ました。初めてのマークが出てきました、これですね、ゴミ箱のマークですね、ゴミ処理施設を建てないといけません。ちなみにこのゴミ処理施設なんですが、建てる場所はちょっと、考えた方がいいです。これですね、一回建ててしまうと移設するのが少し手間がかかるんですよ。先に中のゴミをですね、全部他のゴミ捨て場に移して捨ててからじゃないと移設できないので、最初建てる場所は少しこだわりましょう。街の隅っことかでもいいので、ちゃんとした場所に建てることをおすすめします。でこの紫のエリアがね、おそらく汚染エリアということになるんだと思います。どこに建てようかな。住宅街のエリアはですね、基本的に避けた方がいいです。僕は結構こういう産業エリアに建ててしまうことが多いですね、最初の一軒は。おめでとうございます。立派な村になりました。はやと村。結構立派な村になってきましたね。何ができるようになったのかな？なんかいろいろ、消防やら警察やらありますね。集積場を。はい、できました。建てた瞬間に、今までね、ゴミの日がなかったはやと村にゴミの日ができたので、お急ぎで、出発していきます。何建てようかな。結構建物増えてきたので、早い目にこれを建ててしまいましょう。消防署、これを建てようと思います。この町ですね、今のところ何の公共機関もないんですが、結構頻繁にですね、火事が起こります。特に産業区域、工場があるところでね、火事が起こるので、この消防署があると火事が起きた時に火を食い止めてくれます。消防署がなくてね、火が回っちゃうと焼け落ちてしまうので建てておきましょう。ちなみに僕の場合、普段はですね、これこんなにすぐ建てませんお金もったいないんで、火事が、最初の火事が起きてから建てることが多いです。まあ、今回は建てておきました。お金にも余裕があるので。はい、新たに設置した区域にも結構住民が増えてきたね。区画の設定もできるようになったんで、区画を作って名前をつけておきましょう。ちなみにですね、区画作ると自動的に名前がつくんですが、 PS4 版だとですね、アドバイザーパネルから丸を押して、そこからさらに三角を押すと区域の設定ができます。そこでさらに丸ボタンを押すと名前がつけられるので、名前つけましょう。村長が住んでいるので、村長一派が住んでいる、村長一派区画ということにします。まあ、このエリアに住んでる人たちはあれですね、村長一派の家来的な人たちだと思ってください。なんかすごく人間のような形をしている。ここが村長一派っていうことは、抵抗勢力が引っ越してくるんでしょうね、おそらくね。後々黒い泥棒マークが出てしまったんで、仕方がないから警察署も建てましょう。はい、ちっぽけな町になりました。どんどん町が大きくなる。高校が建てられるようになりました。未だにこの町には小学校もありません。警察署建てましょう。消防署の向かいに建てましょう。これ別に場所はどこでもいいです。ちなみに警察署もですね、ゴミ収集車と似た感じのシステムになっております。なんとなくセットで建てることが僕の場合は多いです。別にセットで建てる必要は全くないんですが、なんとなくね、セットで建てます。管理がちょっとしやすい気もしますね、セットで建てると。いい感じに拡張が進んでいます。目標が8万人なので、残りが7万7370人ぐらいです。結構遠いね思ったよりメガロポリスは遠いようだね。この動画を見ればどなたでもメガロポリスを作ることができるようになるはずです、おそらく。はい、というわけで開発が進んできました。そろそろですね、結構収入にも余裕があるので、学校を建てておきましょう。というわけで小学校です。小学校を、どこに建てようかな。村長一派がここに住んでいるので、こっちにも住宅街があるんだよね。両方から通える位置に建てようかな。どっかこの辺りに建てましょう。はい、小学校です。はい、というわけで産業区域もかなり建物が建ってきたね。
この辺りで電気もちょっと危うくなってきたので2軒目の発電所を建てておきます。発電所は結構移設が簡単なので割とどこに建てても大丈夫です。言ってることと完全に真逆になるんですが、一応どこに建てようかなと迷った、序盤に迷った際はですね、高速道路の近くに建てるのをおすすめはします。石炭発電所、石油発電所って燃やすために必要な石炭や石油が必要なんですよ。でこの町の場合は今石炭や石油を自らで掘っていないので、町の外からの輸入に頼ることになるんです。その時にですね、町の奥にあると渋滞に巻き込まれて輸入用のトラックがですね、発電所までなかなか到着できないことがあるんですよ。そうなってしまうと発電所が止まって町の全部の電気が止まってしまって、町にものすごい大打撃が発生します。なのでもしもどうしようかなって思った場合は高速道路から近いところの方が若干おすすめです。風力発電所なんかはね、風が強いところの方がいいんだけど。せっかくだから産業区域にも名前をつけておこうかな。なんて名前にしよう、何しようかな。ベルモントハイツ、向こうが村長一派だから、なんだろうな、向こうが村長だから村宅とかにしようかな。村宅工業地域できました。村宅工業地域、村長一派が村宅工業地域で働いています。基本的にコネで就職します、村長一派が。ちなみにね、もう手遅れなんですが、工業地域もですね、とてもトラックの、流通が多いので、本当はね、高速道路に近いところに建てるのをおすすめします。今ね、完全に真逆に作ってしまってね、今どうしようかなって思ってますが、一応悩んだ際は、高速道路の近くということになります。まあでもね、そんなの別にどちらかと言われればというレベルでしかないので、好きなところに建ててもちろん OK です。一応解説動画という体にしているのでおすすめはしますが、そんなね細かいこと考えなくても好きに作ってください。できました。はい、できました。村宅工業地域ができて、新たな産業地域ができてですね、職場が増えた結果、住宅需要が伸びたので、ここからさらに住宅を、作っていきます。ここまでですね、ちなみに、一番狭い道路とですね、区域のツールしか使っていません。人口2400人ぐらいまでだったらこれでも簡単にいくっていうことだね。まあ、この手のゲームでよくありがちないわゆる格子状のエリアを少し先に作っておきましょうか。格子です。道路につなげるんじゃなくて、一応村長一派を、必ず村長を通さないとこの町には引っ越してこれないシステムにしましょう。この町に住めるかどうかは全て隼人村長が決めます。なのでバイパスはありませんっていう感じにしましょう。今だけは、おそらく後でそんなこと言ってられないようになるんで、今だけはそんな感じにしましょう。はい、こうやって引っ張っていきます。まあ、村長に気に入られておけばね、就職先の心配も必要ないですからね。村宅工業地域で働ければ。今村宅工業地域では、ものすごい勢いで建物が建ってしまったせいで、労働者不足のアイコンが出てますね。なので、今作った新しいエリアに早く人が引っ越してきてくれると。はい、おめでとうございます。急成長中の町来ました。町になりました。またいろいろなものが建てられるようになりました。改良型風力タービンとか、墓地とか、墓地が結構重要な建物ですね。あとは道路の種類がいろいろ増えていきます。ちなみにですね、このゲーム始めたばっかりの人はすごくやりがちなんですが、アンロックされたらすぐに建てなきゃって思うことがね、多いと思うんですよ。例えば消防署とか警察署もアンロックされたらすぐ建てよう、すぐ建てようって思いがちだと思うんですよ。あんまりですね、この公共の建物ですね、早い段階で収入が少ないうちに建ててしまうと維持費だけで赤字になってしまうことが多いんですよ。なので必要になった時に初めて建てるぐらいでいいと思います。あ、建てられるようになったんだなぐらいのことを、まあ覚えておいて、あとはこういう街の発展待ちなんかの時にちょっとこうやって開いて眺めておけばね、あ、こんなのあるんだ、ちょっと建ててみっかなみたいな感じになるんで。例えば今のうちの街だと小学校しかなくてね、全員小卒です。高校行ってませんよみたいな感じになっちゃうんで、
早めに建てた方がいいものもある、あるにはあるんですが、一応ね、そんな感じだと思ってください。今回は何を建てようかな。今アンロックされた墓地という建物があるので、これ建てましょう。村長一派村も結構交通量が増えてきたね。特に奥に行く車がちょっと混雑しかけているのが分かっていただけるだろうか。渋滞が発生する原因っていうのは住宅街じゃないんですよ。基本的にこのゲームで渋滞が発生するのは工業地帯、いわゆる産業エリアですね。産業エリアが原因になります。産業エリアって物資の輸入や輸出をしているのでトラックがものすごくたくさん走るんですよ。はい、というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。